日本の経済にとってもビタミン剤になり得ると。ただ、最近ではもうビタミン剤どころではなくて、宇宙産業自体がもう一つの国間の産業になるのではないかと期待しています。元宇宙飛行士で父親が鹿屋市出身の山崎直子さん。2010年、アメリカ NASA のスペースシャトルディスカバリー号に搭乗し、ミッションに参加しました。本当にどうもありがとうございました。今は宇宙ビジネスの発展を目指す団体、スペースポートジャパンの代表を務めています。その他とても広くなってくると思うんですね。で、ロケット、それから人工衛星をはじめ、さらにはそうしたデータをどう私たちの社会と結びつけていくか、また今後は宇宙旅行や人が宇宙に行くことによる、まあ、衣食住すべて含めて宇宙ビジネスと関わってくると思っております。そもそも宇宙ビジネスとは、ロケットや人工衛星の打ち上げだけではなく、人工衛星を活用した高精度な位置情報や気象情報など分野は幅広く、IT 産業に続く成長市場として注目されています。国によりますと、おととし54兆円だった世界の市場規模は、2040年には140兆円に拡大すると試算されています。鹿児島では今年度、種子島と肝付町で昨年度を上回る合わせて8機のロケットの打ち上げが計画されています。成長する宇宙ビジネスに挑戦する企業があります。鹿児島から宇宙を目指しているというこちらの工場、最先端の技術が詰まっています。霧島市の鹿児島精機です。半導体の製造装置の部品から聴診器のパーツまで、1万種類およそ50万点の精密部品を作っています。図面通り加工するために、こちらのプログラムで入力して、1ミクロン単位の誤差がない加工を行っております。1ミクロンってどれぐらいの大きさなんですか？1ミクロンは髪の毛の太さの100分の1の、サイズになります。精密機器の製造ノウハウを新たなビジネスにつなげようと、去年、宇宙関連企業が集まるアメリカの展示会に初めて参加しました。宇宙産業が盛んだなっていうのは、展示会に行くたんびに感じているところで、精密機械部品屋としてどう参入していけれるかっていうのを手探りではありますけど、模索しているところです。商談がまとまったアメリカの宇宙関連企業に部品の供給を今年からスタート。ロケット打ち上げ拠点がある鹿児島の地の利を生かし、将来はロケットの部品なども手掛けたいと話します。10年前はスマートフォンとか使ってなかったわけじゃないですか。宇宙も今はこう身近に感じてないかもしれないけど、10年後はもしかしたらもっと身近に感じている可能性がある市場だと感じているので、今のうちから早い段階で少しでも関わっていければいいかなと思っています。鹿児島の企業も熱い視線を送る宇宙ビジネス。北九州市で開かれた宇宙関連事業がテーマのイベントに鹿児島からも。やっぱり宇宙事業非常に盛り上がってきてます。で、この中でビジネスの機会をどんどん広げていこうというふうに考えています。鹿児島県もものづくり企業の参入を後押ししようと、産学官連携のブースを出展しました。しかし、多額の投資や専門のノウハウが必要なだけに課題もあります。ロケットの打ち上げが行われていて、宇宙に近い県というふうに言われてはいるところですけれども、まだまだ宇宙産業という面ではですね、十分にですね、発展、成長ができていないというところがありますので、ぜひですね、その宇宙圏と言われる鹿児島で宇宙ビジネスの創出だとか宇宙産業の振興というのをですね、図っていきたいなと。成長する宇宙ビジネスの波に乗ることができるか。宇宙に近い鹿児島で挑戦が始まっています。